はい、皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日はブラックオプス3行ってみたいと思います。はい、クラス作成の方ね、最近他の武器も試してはどうかって言われたんでね、ショットガン行ってみたいと思います。あんまりよく他のシリーズでもまあショットガンは使ってないわけじゃないんですけど、どっちかというとなんかこう威力低くても連射できるやつよく使ってたんですけど、今回は威力の高いもの、ダメージの大きいものを使っていこうかなと。これでも良かったのかもしれないけど、これちょっと射程距離なさすぎるんでこっちでします。これでいきたいと思います。はい、で、アタッチメントとかは、クイックと、ストックとりあえずつけたいと思います。よくわかんないんでね。はい、あとなんかなんだろう、このサイトの方はどっちがいいのかちょっと、ね、悩んだんですけど、この生体認証アナライザーってこれいいのかなと思って、視界に入った味方を青、敵を赤で表示する、これいいかもしれない、つけとこう。よし、とりあえずこれでいこうかな。これは一切なしで今回いきたいと思います。まあ何もつけないんで今回はチームデスマッチにしたいと思います。それではね、皆さんあの試合開始になったら、開始まで、カットしますので、はい、それではね、ここら辺はちょっとカットします。はい、それではね、試合開始です。まもなくですよ。さあ、ショットガンうまく使えるだろうか。ね、一応少し使って、まあレベルはね、武器レベルだけちょっと上げに行ってたんですけどね、やっぱまだうまく使えてはいないです。やっぱり一発しかね、撃ってないというか、一発外したらね、もう終わりっていうのは絶望感しかない武器なんで、いない。敵がいない。あ、そうか、ドミネーションじゃないんでね、今回は好き放題敵がいろんなとこから攻めてくると思います。どこから行こうか、すごい悩むね。あ、いた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 。はい。お尻を打って終わりだ。よし、いいぞ。どこだ？いないか？どっかその辺にいるんじゃないのか？家の中で見つけた方が良さそうだな。いった！ああ外した。ああいう時は引いた方がいいね。もうちょっと突入タイミングを測ってから入った方がいいな。まだまだこう、いろいろ立ち回りに関してはまだまだちょっとこう勉強。だーっもう今立ち回りの話をした瞬間殺されるんだからな。これだから雪闇の腕はどうなのかと言われるんですよね。やっぱり疑われる。ガンダムはまあまあ普通なのに、ブラックオプスはどうしてこんなにやられるんですかみたいな。本当そうですね。僕もなぜかわからないです。いてもう、どこで見てるんだみんな。いきなり来たぞ。ちょっと待って、どうやってみんな見分けてるんだ。足音聞いてるの？わかんないね。喋ってるせいか全然あの足音とかね、人の声も言葉も聞いてないっていうかね、そんな人なんでいないね。 UAV 接近。うっと外した。今のなんで知らなかった。ちゃんと当てたぞ。よし、とりあえずよしとしましょう。逃げよう。いるんじゃないの？いないね。おい、あれ、ちょっと今のね、外す。倒した。よし、OK。びっくりしたな。今、どっかに潜んでたんだろうね。あ、今いた。今、2人いた。怖い、怖い、怖い、怖い。3発目でやっと倒せるってね。ちょっと外すぎだろ俺。トリプルだけど、どう？大丈夫？いない？いないか？よし。あ、待って、いた。今いた。絶対いた。そこ行ったら危ないぞ。そこにいるぞ、間違いなく。あれ？おお！すごいな、燃やしてる。味方が敵を燃やしてた。仮装してましたね。あったあった、いた。今いたぞ。あんた外した、今。なんで今外した。ちょ、待って、こっちにいたな、今ってことは。待ってろ、絶対倒してやっからな。そこから来るんじゃないの、その階段から。いない？よく見るんだ。いないか。2階か、じゃあ。2階にいるかもしんないな。よく見よう。ちゃんと見て、こっちもちゃんと見て、いない。
ヘルプって書いてある。見てなかったな、今まで。ここヘルプって書いてあるんだね。人いるんじゃない？ヘアパッケージ接近。さあ、なんで今外したんだ、今俺は。まだ腕がダメだね、ショットが。下手くそだわ。早いね、今のやつ。スピードが全然違ってたな。おい、怖い。どこにいるんだ、敵。敵がどこにいるのか分かんない。よし、お尻を打って終わり。ワンショットワンキル。だな。よし、オッケー。全然気が付いてなかったね、こっちに。シールドするか。どう？そこいるんじゃない？あっさ、距離やりすぎた。しまったな。チームデスマッチってやっぱりこう身長差が結構いるんだろうね。そういう感じがしたわ今。あ、いた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 。距離を詰めて。はい、オッケー。よし、いいねいいね、大丈夫。ここまでは大丈夫。待って、そこ絶対いるだろう。銃弾が見える。ちょっと待って、ここで待った方がいいのかな。ローリングサンダー待機中。来ないね。よし、オッケー。うおー、派手っ。だいぶね、当てられるようになってきた。さあ、どうだ。こっから来るか。来ない。こちら辺から来ると思うんだけどな。よし、抹殺。よーし、勝った。よーくやったぞ。ショットがまあまあ使えるようになりましたよね。あー、でも難しいわ、やっぱり。いやー、あとはやっぱうまいよね、みんな立ち回りが。え？膝を打ってガク。さあ、順位はどうだったの？いやー、やっぱり入れないよね、このゲーム。本当にいい腕してる人多すぎだわ。良すぎるわ、本当に。ちょっとショットガンで、よく今回うまく戦えたなと思ったぐらいじゃね、ほらね、下から2番目だからね。どうなってんだ、これは。まあでも、サブマシンガンだったらもうちょっとやれたと思うよ、多分。今回はね、こんな感じの成績になってしまいましたけど、また次回ね、サブマシンガンに戻して頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。